どうも、ふだです。今日はね、京屋さんを紹介していきたいと思います。誰だ京屋さんって、誰だ京屋さんって、こいつだよ。京屋さんはエリート街道を歩み続けた商社マンだが、内に秘めた M 強を抑えることができずに孤独にもがき苦しむ。こいつに出会うまでは。それがのこちら、新開発ワイルドつまみんちょ、特許出願中。実はもうついてます。ちょっと勝手にスイッチが入ったよ。これね、はい、これこんな状態だけどね、これコンプライアンスの問題で、こっちは直についているね、いつものバルセロナね、強力な。そしてここにはバルセロナで疑似乳首が作ってあるのね。こんな感じについていますよっていう。ちょっと、これ、取れた。ワイルドつまみんちょ。これね、こんな感じで、さっきから、スタッフが、自由なタイミングでスイッチを入れてくるから、こう。ちょっと警戒しちゃうんだけどね。あ、取れた。また取れた。これは、取れたら大変だから。で、こいつ優れもので、右の乳首も、左の乳首も、自由に触れる。ブス2回入れるとこんな感じに作動して触れる。あ、そしてこっちに触れる。止まってくれよ。止まってくれよ。この浸透、芯を掴んで、揺さぶりやがる。この振動、芯を掴んで揺さぶりやがる。こいつはでね、笑うなら笑えよ。俺はこの快楽に溺れたいんだ。それじゃあチャンネル登録よかったらよろしく。それではバイ。